やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも皆さんこんにちは。今日は元気のサバゲーに、お邪魔しております。全員リスナーらしいんでね、どんな感じになろうなるのかっていう感じなんですけど、タノチンタノチン、はい、こちらこちらが俺の AR ですね。俺が初めて買った AR、 ちょっとハイカラ系なんだけど、てかさ、これ充電してたんじゃない？あ、そうだ、そうですね。あ、じゃ意味わかんない、意味わかんない、外れ方した、終わった。え、マジ鉄砲壊れた。鉄砲壊れた。ここに当たったら俺もう終わるな。ハゲエンドで終わります。はい、それでは終わりましょう。現在新型お前それどうすんねん。いけいけ、体力やばい、体力やばい。それでは元気さんのリスナーさんがね、たくさん参加してくれているんで、装備のねちょっと変わった人たちにインタビューをしていこうと思います。いや、なんかさ変わってる、そうこれ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 とかね。ほら、まずこれ P90 だよね。 P90 です。お高いやつ、お高いやつ。すごいね、10万円の P90 だって言ってる。10万円なの？10です。ありがとうございます。ナイス。こういう、うわもうこれ、このセットがかっこよくない？かっこいいよ、ケースと上に銃が乗っててさ。それがトレポン。これトレポン？これトレポン？すげえ。何キロこれ？実銃とほぼ一緒？いや！重っ！いけ！これすいません、お値段聞いてもいいですか？70？ 70？ はい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 。やばいわ。素晴らしいわ。みんなマジで自由が一個一個かっこいいのよ。このロマンの机見て。こういうの家でやるのが楽しいんだよな。楽しいですね。机の、そう、机の上にさ広げてさ、皆さんこうやって愛情を持ってくるんですね。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいなこれ。これ元は MP5 だよね。MP5 に見えないもん。
ライトとレーザーサイト。あ、そうです。これはでもサイトじゃなくてあのバッテリーケースにしてます。へえ、なるほどね。いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もじゃあ楽しい。あ、いいよ。なんそれ。FMG9 です。何何何、それあれだ。え、それでしょ、あのいいっすか。どういうこと。俺詳しくないからちょっと。そこ。こう。あ、もっといいっすか。あ、はい。これを。すげえ。こうやんの。かっこよ。初めて見た。すげえ。そうそうそう。どこ持ってるの。どこ押せばいいの。こっち側を前にしてもらっていただいて、うん、この左側のカチャンってそのハンドルをカチャッと引くだけです。あ、こっち？おいおい、わざとってわざと、お前わざとだろお前、まだやめろお前、これチンタッチしちゃったね、俺スターミーの俺。ありがとうございます。出た、俺ずっと気になってんだよこれ。ここさ、めっちゃ並んでたよな、うん、これ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 。あ、です。え、これ何の銃これ。これはジャンクで3000円だったんで分かんないんですけど。あ、多分架空の銃ではあるって。はい、そうです。3000円で自分でやりました。ホームセンター行ってベニヤとか。渋いわー。最近ラストやってたんで。ラスト、そう、ラスト、ラスト銃だ、ね、ラスト銃だ。持ってきたんで。これすごいね。うわ、すっごいね、ここね、めっちゃ遠い。めちゃめちゃ遠い。もうこれ垂直なのよ、ここがもう。うわ、すごい。これがロマン銃だね。これ今これやってもいい。あ、いや、引くと、引くとまずあれやっちゃうからね。あれだったら別に撃ってもらっていいんで。すごいな、これ。いいわ。なんか、でもちょっと、うん、並んでると。ガラスカスだ。冗談だよ、冗談だよ。俺はこのロマンがわかるからね。俺はこのロマンがわかるからね。素晴らしい。これさ、MP? お前なんで MP さ、お前こっちにしちゃうんだな。ややこしい銃多いんだよ、お前これ。これ MP5 をウッドストックにして。ウッドストック。これがさ、こだわり詰まってない。わかるわかる。これなんでここにこれがついてんのこれ。なんか、あ、こう砲撃するときに。ああ、ここでアイアンも狙えるようになってるんで。わあ、なるほどね。今日 F2 だと、高さあるじゃないですか、はいはい。当たっちゃうじゃないですか。うん、なんで、パララクス低くしたいときはこうアイアンで。ちゃんと理にかなってんだよ。ちゃんと実用的なのやめて。実用的や。無料貸し出しみたいな感じ。また来ます。無料貸し。かっこいいね。やばくないこれ。ハイマウントのハイマウント。浮きすぎだろ。浮きすぎだろこれ。どんだけ高く持ってんのこれ。これがちょうどいいっすね。これがちょうどいいんだ。これさ、あ、僕めちゃくちゃ楽。楽？構えたらもうね。症状はこっちから。そうだね、そうだね。あ、もうめっちゃ楽だ、これ。すげえ。うわ、楽すぎ。めっちゃ楽だね。M249 どこ行った？ M249 の方ですか？はい。ちょっと見せてもらっていいですか？アジュ。はい。すごいわ。全部がでかいわ、いかつい。ちなみに聞いていいですか、サバゲー中活躍したことあります？ないっす。ないっすよね。でもそれがロマンなんですよね。そうなんだよ。フロート許されるフィールドとか結構ありますこれ。森なら。はい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 。まあ、あの木が突っかえて入らないっす。よいしょ。というわけで、今回はね、私、カメラマンとして、インゲームしようと思います。もちろん、ケンちゃんと、お話をしながら、サバゲーを楽しんでいこうという回となっております。どうぞよろしくお願いいたします。スタミジャパンです。よろしくお願いします。FC2 プラントからお送りしております。ちょっと待ってね。ケンちゃんです。こんにちは、皆さん、聞こえますか？元気ですよ。はい、ケンちゃんです。元気ですね。ケンさん。ね、前世紀から体重20キロ増えたぞ。20キロ増えた。さあ、元ちゃん敵の位置が分かってませんね。狙っていきますよ。ほい、前に行く。セーフティー入ったぜ。おい、何してんだ。戦争中だぞ。何してんだ。何してんだ。何してんだ。なんでこんなに安いんだ
もたついてる場合じゃないもん。敵は今コクコクと攻めてきてるぞ。なんで何をしてるんだ敵。やめとこれ。敵集中しろ。集中してる。トリガーが引けないって何を言ってるんだお前は。戦場のど真ん中で何をしてんだ俺は。お前は何をしてんだ。こんな時に限ってなんで引きねんだ。よし出たぞ。来たぞ。よし来た。よっしゃ。何も始まってないぞ。閉まれ閉まれ。閉まんなんだ。なんで閉まらねえんだ。オッケー。俺は守りてえのに。行くぞ元気。よしぞ。撃て弾撃て弾撃て弾撃ってろ。はい、カメラ撮ります。カメラ撮ってます。ここに元気います。カメラ撮ってます。元気います。ここにいます。カメラです。はい、前出てます。もしもこの壁の真裏にいるようだったら、ああ俺はヒットで戻るけど、いますか。いませんね。ああよし行け。怖え。怖えよこれも。いいぞいいぞ。おいおいおい、敵が攻めてきて。危ない。消え。危ない。気をつけろ。お前何をしてんの。え俺やったよ。俺そうか、プレイヤーじゃないか俺。おごめん。おいおいおい、来いよ。その行きで。ほら当てれるもんな、当てれるもんな。お前映画で映画で一番で死ぬやつなのそれ。パッションの高いやつ。一番最初に死ぬぞ。いいぞ。先生出た。出ねえ。なんでこんな時に出た。おい、エンジン仲間がやるぞ。この戦場激しすぎる。新しいの来い。新しいの来い。おい、次いいぞ。ここ足りてないぞ。仲間が出る。いいぞ。いいぞ。おい激しい。おい、いいよ。前の人に隠れて。前に隠れて。やれ。カバーしてくれ。カバーじゃあ俺らこれ3人で並んで1、2、3、1、2、3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 、
いいよ、たまよけてるぞ、よけてる、ずれてきてる、いや、ずれてきてる、ずれてきてる、ずれてきてる。ケーキ終わったか、ケーキ終わったか、よう頑張った。ケーキの優勝を見届けたぞ。前に2人、助けてくれ、助けてくれ、死んでくれ。ちょっと下がれ、一回、俺は下がれ、俺は下がれ。というわけでね、戦場カメラマンの方を やらせていただきました。はい、帰ります。どうだった？泣きでした？泣きでした。俺あのずっと打たれてた。俺3キロ持ってた、自信は。あ、そう。ちなみに自信はあるって観測してないみたいな言うんだけど、ね、自信はある。